いへい。左耳があんまりやっぱ調子よくないんだな。結構ホワイトノイズひどいですかね。どうなんだろう、ちょっと後で聞いてみますが、私はちょっとホワイトノイズが気になるかな。よっちだ、こんばんは、ようこそ。ねえねえ、ホワイトノイズ結構乗ってます？なんかちょっとさーって感じする気がします。はい、こんばんは皆さん、ようこそ。今日ちょっとね、これコンデンサマイクじゃないんです。だからさーって音してる気がするんだけど、ちょっと聞こえるか。なるほど、やっぱコンデンサーに変えるか。いや、ダイナミックスマイクだったら電圧かあんまり使わないからいいんじゃないと思ったんだけどさーって言うんだったらちょっと嫌だな。じゃあさ、ちょっと一瞬さ、よし、これで今聞こえてますよね。あのあれです、生音です。やっぱダイナミックスダメか。あれ、このマイクダイナミックスじゃないから結構使ってる人多いですよね最近ね。あっせ、でもさ、これすっごい重たいんですよ。あの重量が結構あって、これを皆さんよく今使っているじゃないですか。こうやって持って歌ってたりすると思うんですけど、よく手がこう重くな、落ちないなと、すごいなって思います。今日は土曜日、お仕事の人もお仕事じゃなかった人もお疲れ様でした。よっちハートミーありがとう。結局サブスクに入ってくれている方の特典をまだ決められずにいますが、ファンクラブとさ、結構ファンクラブもサブスクみたいなものだから内容を結構悩んじゃうね。でもなんかこの間の配信の時に、配信終わりで、あのちょっとこうボタンがあってね、サブスクの人はこちらみたいな、なんか誘導が最後できるっぽくて、それは毎回やろうかなと思いました。はい、皆さんこんばんは。なんか最後に、まあ、1,2 曲あのその日ご覧いただいている方限定の、サブスクの方限定のなんかをやろうかなと思います。そう、サブスク入ってくれた人限定。でもそういうのしてさ、ちょっとやっぱ特別感出さなくていいとさ、と思わない？おあ、耳ぶっ飛ぶかと思ったよね皆さんね。失礼しました。これでノイズがなくなった。すごいね、やっぱコンデンサーマイクって。え、そんなことない。はい、これでミュートも押せばあれだし、今日
私後でインスタライブもやってみようか。あ、でもダメだ、今日ノーメイクなんだったノーメイクの時はインスタライブできません。あれメイクアプリがないからTikTok はメイクのアプリがあるから、もう本当にいつだって超無敵。はい、今日も誰とも喋っていない一日です。ねえ、みんなは家族がいる？みんなは誰かと一緒に暮らしてる？私みたいに一人でいたりしない？私みたいな人が世の中に結構いるんじゃないかなって結構と思う、時々思う。一人で暮らしてて家族いなくて、で仕事も内勤っていうか、例えば自営業で誰も特に会う予定がなく、外に出るお仕事じゃない日なければ、1ミクロたりとも人に会わず生活ができるということが可能な人結構いると思うんですけど、みんなはどう？よし、お待たせ。こんばんは。改めまして、佐藤ひろこです。よろしくね。はい、頭もボサボサで、よろしくね。よろしくね。はい。あ、グラニーギア、独り身です。だって。独り身のお家も一人？私、じゃあ一緒？一緒だね。一緒だ。一緒じゃん。ともち、ウーロン茶こんばんは。ウーロン茶飲んでんの？いいよね。あ、飲み物置いてきちゃった。あ、よいしょ。はい、皆さん、やっほこんばんは。え、今日もこの位置からなのでピアノが弾けませんが、ギターの弾き語りの夜になります。よろしく。ちょっとずつね、またこっちをスタジオを直していきますから。第一スタジオ、僕が僕であるために歌えますか？僕が僕であるために勝ち続けなきゃならないですね。そこしか知らないけど、ちょっと一応見てみましょう。これや。うん？ひろちゃん、今日もいい感じやった。ありがとう。はい、ともち、いいねいっぱい押してくれてありがとうね。おちん、こんばんは、ようこそ。
今日もスマホなのでコメントを見るときめっちゃ揺れます。よろぴこ、これかな。うわっ、あららら、やっぱサビだけだったな。ならない、正しいものは何なのか、それがこの胸にわかる。待って、僕はこの街、僕は街に、どんなだったかな。あ、惜しいね。代わりに誰か歌ってくれるかい。僕が僕であるために勝ち続けなきゃならない、正しいものは何なのか、それがこの胸にわかる。待って、僕は街に飲まれて少し心許しながら、この冷たい街の風に歌い続けてる。こんな感じだっけかな。ありがとう、数々ありがとう。あんまり知らなくてごめんね。あ、宝箱いつもありがとね、ふっち。はい、ありがとう。前髪を気にする私です。今更だよって。はい、わあ、すごい、うさぎちゃんくれた、ありがとう。ひるちゃん今日もいい、美しい、ありがとう。はい、すっぴんなのでメイクアプリを使っています。加工しています。バリバリ加工してます。あ、やっぱマイクが違うとちょっとなんかノリが変わるよね、音のノリが。うん、あと私の左耳聞こえてなくない？私の左耳が、あ、聞こえてるか、聞こえてるね。なんでなんだろう、いつも思うけど、私実は左耳すげえ悪いのかな知らなかったけど、ちょっと待って。あ、多分やっぱそうだよ、そうだよ。なんかそれか私は耳が右利き右利き、いや全然言えない右耳利き、違う、全然違う右耳利き耳、あ、言えた右耳利き耳、右耳利き耳、右耳ピキって何、右ピキ右耳ピキって何右利き耳、あ、森の熊さんがいつもそっといるよ、ありがとう。はい、宝箱をねあげたみたい、みんなが。はい、あれ、よっちのこれでも違うな、誰だ誰だ、誰がくれたのさ、コインを、誰がコインをくれたのさ。ちょっとコインを投げてくれた人を探しに行くから。宝箱をくれた人、あ、おーちん、おーちん、右耳利き耳ありがとう。
皆さんが右耳聞き耳だからありがとう。今夜は雰囲気違います？薄着になってきたよね。あったかかったじゃんね。あ、今日栃木県は、私栃木に住んでるんでね、栃木県は今日は部屋の中でも今だって23度もあるし、25度ぐらいまで上がったんじゃないですか、日中ね。だから暖かかったから薄着ですね。薄着です。はい、こんな感じで、はい、薄着の薄着耳、耳、耳、右利き耳、右利き耳でした。と明日関東26度。わお。ね、桜ってもう咲いてるのですか？薄着のひろこ可愛いよっち。ありがとう。ありがとうございます。薄着のひろこは可愛いですか、お送りいたしました。 ありがとう。これまた誰が宝箱をくれたん？この宝箱をいつも誰がくれたかが分かんなくなっちゃうね。あ、もぐもぐかな、はい、誰がくれたの、誰がくれたのさ。あ、よっちだ。うわ、よっちいつもありがとね。よっちもおちもありがとう。あ、血がつく方が、宝箱投げがち。本当？何その説。よっちちゃんだよ。よっちちゃんだよ。お、宝箱開いたよ。あ、なくなった、早っ。ね、宝箱さっ、え、早っ、なくなった、ありがとう。みんなさん、宝箱もらった人は宝箱を投げてくれた人にありがとうしてから帰るんだからね。本当にね、宝箱で小指だけゲットして行くなかれよ。小投げ、宝箱投げてくれた人に感謝の気持ちを述べてから行くのだよ、ね、寂しくなるよ。それだけですか、向こうで友達呼んでますね。流れる季節たちを微笑みで送りたいけれど、春なのにお別れですか、春なのに涙がこぼれます、
春なのに春なのにため息また一つ卒業だけが理由でしょうか会えなくなるねと右手を出して寂しくなるよそれだけですか向こうで友達呼んでますね流れる季節たちを微笑みで送りたいけれど春なのにお別れですか春なのに涙がこぼれます春なのに春なのにため息また一つ、お送りしたのは春なのにでした。春なのに遊びなれたみたいなテンションですね。新宿駅のおじちゃん、わーおいちゃんありがとう、おかんありがとうね、はいありがとう、フォローしてくれた新宿駅のおじちゃんありがとうね、ありがとうございます。いた、はい、100から150ごとに1リクエストが可能となっています。この、ひろこ姉さんと一緒、今日は83回目ですね。はい、よっちといっちゃんはリクエスト曲タイトル教えてください。ね、もぐもぐ久しぶりだね。ため息また一つもぐもぐ久しぶり。はい、よっちリクエストありがとう。ギターバージョンでごめんね、ちょっと私の船、今日はギターバージョンでお送りいたします。ギターバージョンでお送りします。福山雅治っぽい感じで言ってみました。福山雅治的な感じで私の船お送りします。足がしびれた。あ、全然どうでもいいんですけど、今日靴下超可愛いんです。やばい、後で見せよう、覚えてたら後で見せよう。ちょっとチラ見させときますから、もう予告、この靴下が可愛い予告しときますから気になるやろ、下で見えなかろ。ねえヨッチーすごい可愛いスタンプありがとう。これはあの特典だ。他に何かしてほしいことある？ヨッチー教えて、ね、あの可愛い靴下チラ見させときますから、予告です。なんで左がさ私の耳が聞こえないのかをさ、みんなちょっと一緒に考えよう。本当に、うん、なんだ。その船に乗せてはくれないか、一人で生きるのは虚しくて苦しいのです。風も光もあなたが連れてくる。
あなたを感じて、この世界で生きてゆく。遠い旅に出た私の幼な船は、私を残して海原を漕いでゆく。あなたがいないなんて、あなたがいないなんて、世界は世界は終わったようなもの。それでも生きてゆく。美しいこの世界を、あなたが連れてきた。鮮やかに彩る世界を。私のこの船で誰かを愛
フラニギアさんありがとう。花束をきちんと私は頭の上でゲットしました。わ、なんじゃこりゃ、なにこのスター、かっこよいスターをありがとうよち。はい、おちんぱちぱちありがとう。森のくまさんもありがとうね。あのコメントいっぱいね、歌ってる時くれた方々もありがとう。ちょっと戻るね。梅干しさん、花の形が南系、南系の花の形ってあるんですか。ありがとうございます。普通の鳴き声が聞こえます。どういうこと、普通の鳴き声、誰か歌って泣いてるの超怖いからやめよう怖いから。はい、フィンガーハートありがとう。カズ、中島みゆきさんみたいな雰囲気。どうも佐藤中島みゆきひろこです。ひろこみゆきひろこです。ちょっと分かんなくなっちゃいますね。声がとても美しい、ありがとう。チャカジェピラ、これタイの方ってさっき言ったっけ。 Thank you very much. Thank you for commentThank you for nice comment. Thank you. はい、ありがとうね。みんなギフトをパチパチ、フィンガーなんとか、私の船ごっこしてきてよ。何それ、私の船ごっこ見せろい。何してきたのさ、見せろい見せろい。よし、はい、ありがとう。グラニギア、ありがとう。リクエスト曲タイトル教えてね。あのでは、みんながいっちゃんとグラニーギアがリクエスト曲を送ってくれる間、私はですね、皆さんにじゃあ私の今日のお気に入り靴下をご覧いただきましょう。ご覧いただきます、ご覧見せましょう、ご覧いたしますちょ、日本語編。わ、全然見えない、この人の顔靴下わかりづら、ゴリわかりづら。ちょっと待って、リバーブを消す、リバーブを消して、ほら、はい、かわいい、かわいい靴下、はい、どうもね。こんなかわいい靴下が世の中に売ってるんだね、かわいいね。ひろこ靴下とか超欲しい、ある、作れるかな、オリジナルグッズで買います。そしたら海で私の船を歌う、なんとなんと、え、体調いまいちにつき次回お願いします、本日はこれで失礼。あららら、いっちゃん大丈夫、珍しい、ちょっと早いもんね。うん、ゆっくり休んでね、たまにはね。また水曜日、来週やってっからね、会いにおいでね。ありがとう。デヴィ夫人に似てました。あ、デヴィ夫人をにあれなのかな、リスペクトしてるのかな、ちょっと待って、あの、はいはい、よいしょ。もう外に出歩ってなさすぎて、あの私の筋力が著しく低下しているなと今思っている。今、足を上げるのすごい大変だった。手を使わねば足を上げられないね、可愛い靴下やろ。うん、いっちゃんいいよ、ありがとうね、またおいで、ゆっくり休むのだよ。はい、ありがとう。あ、なるほど、潮干狩りじゃないよねこれ、潮干し潮干狩りって潮干しって書くっけ、潮干し、え、潮干し、潮干狩り、潮干しちょっと待って、戻すのがして画面を。靴下面白い、靴下面白い、靴下を履いてるんじゃないよ、可愛い靴下を履いてるのだよ。はいはい、あ、潮干狩り、あ、それでやっぱ潮干狩りって読むんだね。潮干狩りって、だって潮干狩りってゴールデンウィークとかじゃない、はや、ちょっと今年早いのですかね。え、そっかそっか。どんな天気ですか。晴れていますよ。可愛い靴って欲しいでしょ、森のくまさん、可愛いよねね、グラニーギアもリクエスト曲教えてね、後でいいよ、よきとき教えてね、それまで歌っとく。それまで歌っておく。昨日、あ、じゃあ
あ、そうか、昨日か、ほぼ昨日ですね、納品しなきゃいけない仕事が一段落して、あーというところです。本当は今日あたりどっか遊び行きたかったんだけど、あのどこも行きたい場所がパッと浮かばずで、一人だしなとか言って、で結局昨日の仕事の最後の締めみたいな、なんかねちょっと今私が悪いんだけどさ、あのがなんか前に作ったやつのデータをハードディスク飛ばした時に一緒になんか消えちゃったみたいで、それをねさ一応どっかに残ってないかなって今探して、今日一日ずっと探してました。ラリーお願いします。グラニギありがとう。そしてピン止めありがとう。なのでまあ仕事一段落ってことで、今日はゆっくりと飲みながらやりたかったんだけど、お酒置いてきちゃった。うちにありがとうラリウタ。可愛い靴下をやたら皆さんにお見せしながら歌う。すごい体勢で歌ってると思わん？魔法にかけられて黒猫になった。かすかに光った魂はゴミ箱でよじれてただ泣いて声を枯らした。離れれば近づき、近づけば離れて、怯えてばかりいる小さなあんた。ひとちぎりの番でちぎり交わした二人は、初めて夜を乗り越えられたから、みたいだけど、あんたがいない世界は退屈で、夜も落ちるほど無意味で、無感情で、無機質で、無責任に、無情にも崩れてゆくのね。この胸で慰めてあげるわ。ガキの頃教わった同じ水飲んで、同じ釜の飯食えばそれはもう家族。薄れてしまうは記憶あり、振られた食卓、黒猫のあんたとの物語。バカみたいだけど、あんたがいない世界は退屈で、夜も落ちるほど無意味で、無感情で、無機質で、無責任に、無情にも壊れてゆくのね。あんたはゴミなんかじゃない、安心して寝られるまで私がそばにいるから。無我夢中で無表情の
くこの胸で眠りなさい。猫みたいに泣いてばかりいるあんたは魔法にかけられて黒猫になったありがとうございます。ラリーお送りしました。はい、サブスクメンバーのダニチューもやってきました。ようこそこんばんは、ありがとう。あ、サブスクに入ってくれてるとあのわお待っちゃうなんでこう引っ張れるんですかね。あ、伸びるわ実際もあ、実際は伸びないのにってテンションで引っ張ってみたら伸びるんだわ。はい、サブスクメンバーが来たことが分かる。サブスク入ってくれてるとありがとうございます。なんと一人増えたんですよ、ダニチュが。ありがとね。だから今、メンバーはダニチュとつってあの言っちゃうね。ダニチュとサブスクメンバーはグラニギアとヨッチです。はい、ありがたい、ありがたや。でその方々に向けたあの配信ライブ終了後、サブスクの人限定のちょこっとなんかしらを毎回やることにしました。はい、ぜひね、わーい、ワンちゃん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 。はい、いや本当にさ、あのこの間インスタかなんかに投稿したんですけど、インスタの AI が私にモフモフばっかりを勧めてくるんですよ。あのおすすめに上がってくるやつって、私が多分投稿止まってたり動画見ちゃったりとかしたやつが、あ、この人きっとこういうの好きなんだろうなって言ってめっちゃ勧めてくれるんですけど、モフモフの犬と猫と人が出てきますね。私確かにモフモフすごい好きだけど、まあでもまあ藤井風さんも可愛いですよね。モフモフでした最近ね。はい、金髪のモフモフほぼ犬、いいですね。わ、ヨッチすっごいいっぱい今日ギフトまた投げてくれちゃって、ヨッチもう一曲リクエスト曲あったらねやるからね、教えてください後でね。それまで頼まれてない何かしらのカバー曲を歌おう。絶対歌えない曲を見つけてしまった。無敵の笑顔で荒らすメディア知りたいその秘密ミステリアス絶対これ怒られる抜けてるとこさえ彼女のエリア完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様。あのファンの方が、岩遊びのファンの方がいたら本当ごめんなさい本当にごめんなさい、ね、これほらリクエスト曲がないからそれまで、ね、今日何食べた好きな本は遊びに行くならどこに行くの何も食べてないそれは内緒何を聞かれてものらりくらりそう淡々とだけどそう淡々とだけど淡々とランラン、リンリン、これルンルンと見えす
そうで見えない あれもないないない、これもないないない、好きなタイプの相手はさあこた、難しくて全然メロもわかんない。ここをやろうとするからいけないんだと思うんだよまだリクエスト、あ、安らぎいただきました。これで私がアイドルからアイドルになれない。あそこサビの部分の歌詞すらわかんないもんな。どこだっけ？チャラチャチャラチャチャラ。サビって何？チャラチャチャラチャチャラララララ。なめうてアイドルここだよね。だ。あ、転調すんだ。よし、安らぎ。弾き語りにすると全然わかんない、音が取れない。ちょっとまた今度トライしてみましょう。よし、よっちの安らぎありがとう。よっちのおかげで私は自分で勝手にトライし始めたのに逃げることができます。西も東もこの太陽に満ちあふれてるこのときめきが温かい安らぎに変わってゆく。小さすぎて気づかなかった、名前も知らない花を見て疲れた心も消えてゆく。風を走る人変わる瞬間の安らぎ。無邪気にはしゃぐ子供たちは泣いたり怒ったり忙しいね、そんなところも愛らしい。
瞬間の安らぎ。よちからのリクエストで安らぎでした。誰が宝箱をくれたんだい、誰が宝箱をくれたんだい。ダニチュがそっと去っていった。誰だ。グラニギア、またまたまたしてもありがとうございます。宝箱、わお、皆さん今日すごいギフトいっぱい投げてくれてありがとうね。次の曲で最後にしようと思うよ。そしてサブスク入ってくれてる人はそのまま残ってくれると配信が見れます。続けてね、お時間まだ大丈夫だったらってことで、じゃあ、あ、いや、この続きはサブスクでにしようかな。ね、うん、下今の曲で、普通の方はここで終わりにして、最後1曲ラストソングは、サブスクの方限定のやつにしようかな。うん、そうしよう。なぜならもう結構いい時間だったのだった。はい、今日もご視聴ありがとうございました。じゃあこの続きはサブスクご覧、サブスク入ってる方で、はい、たくさんのコメントと、そしてギフトといいねをたくさんありがとね。また来週、次回は水曜日は、夜9時からまたやれますのでね。はい、新宿のおじちゃんまたぜひ来てね。はい、水曜日会いましょう。水曜の夜9時です。でその間もし隙間時間あればまたやるかもよって感じで、はい、ざわっとしといてください。それではまたお会いしましょう。今夜もありがとうございました。おやすみなさい。ぽいぽい。はい、ヘボスケおやすみなのだ。さあ、これで今、2人限定のライブになっているはず。どうどうですか。え、そんなことない。これで多分サブスク限定の、なんか緊張してます。サブスク限定になってるでしょ。多分2人しか見れてないはずなんだ。他の人も見れてたらウケるね。見えとんかいっていうね。ありがとうございました。ね、ドキドキした。あ、多分できてるはずよ。多分だけどちょっと私も自信ない。へえ。あ、でもオーチンがバラくれてるから見えてるかも。ね、見えてたら超恥ずかしいから教えて。あ、ねえ、見えてるよって。ねえ、見えてんのかな実は。ねえ、だってオーチンとかヘボスケさんがバラくれてるよ。見えてんじゃない、これサブスク限定じゃないんじゃない、もしかして。なってないみたい。恥ずかしいじゃん。ねえ、恥ずかしいじゃん。どうしたらできるんだよそれが。あ、でも5人しか見てないから大丈夫じゃない。サブスク限定みたいなもんじゃん、もはや。ね、多分。でもこのライブを終了しますか。現在今多分なってないみたい。でも6人も、オーチン今さ多分いるんだよここに。オーチンがコメント、でもオーチンとヘボスケさんがコメントで、私サブスク入ってないけど見えてるよって書いてくれたら、全てが分かるかもね。教えて。もうあと5
5分10分付き合ってくださいよ。ねえ、ヘボスケさんとさ、ヘボスケさんはバラめっちゃくれるんだけどさ、ねえ見えてたら教えて、見えてなくても教えて、どっちか教えて。多分これでいけたと思うんだけど。じゃあ私のおすすめ曲を、一応二人のためだけに、グラニーギアとヨッチのためだけに歌うから、ね、コメントないから多分見えてないんだと思う。本当に二人にしか見えてないんだけど、終わってるけどつながってるから、そっとギフトくれてるんじゃないのかなと思うんだよね、多分だけど。いいんじゃない、うん、で私の歌の長く険しい道のりで、膝をついてくじけそうなことが、恥ずかしいことじゃないと分かっているのに、弱い自分なんて見せられない、自分だけ見て走って走ってたと、長い長い夜にも必ず朝は来る、自分の手で今掴むストーリー、未来の彼方へ。時間だては、必死に夢を守っていた、寒さで凍りつくような日も、険しい時でも、臆病な未来なんてらしくない、自分信じて心震わせよう、長い長い冬にも必ず春は来る、この足でさ大地を蹴飛ばして、今を越えて行こう、長い長い夜にも必ず朝は来る、自分の手で今掴むストーリー、長い長い冬にも必ず春は来る、この足でさ大地を蹴飛ばして、長い長い雨も
未来の彼方へお送りしました。次はこれかな、これか、もう一曲。あ、感動しました。今日もありがとうございました。こちらこそ。そうね、水曜日もまたあるし、今日はこの辺で終わりにしておこう。はい、痛い。今日もありがとうございました。はい、また来週水曜日に会えることを心から楽しみにしています。じゃあ今日はこの辺でゆっくり休んでくださいね。おやすみなさい。グラニギアさん、ヨッチさん、ありがとね。じゃあおやすみ、バイバイ。おやすみなさいね。おやすみなさいね。ヨッチ、グラニギア、おやすみ。いい夢見てね。